さあ、番外編やっていきますか。番外編の目標は、レベル100打ち止めを目指すということでやっていきますか。つうか、これやるのすら久々だから操作を覚えてない。操作を全くもって覚えてない。種の作り方はまあある程度覚えてるっちゃ覚えてんだけど、ちょっと待ってよ。ここか。うえ、消えちゃった。こっちでしょ。こうで、ここか。こうでしょ。こうで、こうで、こっちか。で、こう来るでしょ。ちょっと待ってよ。ほんと久々だからなぁ、やるの。こうか。ちょっと失敗したかもしれないけど。うおー。ダメだ。ダメだ、こりゃ。4。久々だとほんと覚えてねえな、操作。操作が。操作的な意味でほんと忘れてる。慣れれば思い出すんだけどな。今種どこあった？いや、案外見よう、あ、ここあるじゃん。案外この斜めパターン見落とすんだよな。どうでしょう。で、ここか。いいよ。で、死ぬ。いいや。ちょっと待って。間に合わなかった。引いて、久々の収録、あ、間違えた。マウスがぶっ飛んだ。久々の収録で結構、ほんと忘れる。なるべくそのオーラは出したくないんだけどね。まあ言っちゃってるから申し訳もないけど。こうか。で、こうでしょ？こうで、こう来て、こうでしょ？また嫌な配置来たな、こうでしょ？こうでしょ？わう、こっちで、とりあえず、レベル100に着くためには、お菓子を全部で、いくつ消すの ?2500 個消すってことになるらしい、どうも。その前に、レベル6ごとに訪れてくる恐怖をいかに耐えるかだな。それが問題。で、こうか。こっちか。で、こうでしょ？こう来て、消えて、で、ここか。で、こうでしょ？あ、消えちゃった。どうしようかな、しとけばよかったかな。で、こうか。
ってここでしょ、こうでしょ、こうでしょ、今レベル9、この辺ありそうなんだけどな、いいや、こうで、迷った時はとにかく消してった方が得策かもしれない、場合によっちゃ。そうだよそうだよ、よく考えたらそうだよ、お菓子を大量に消せばいいんだからさ。だから連鎖なんて悠長に考えてる場合ではないんだよ。そうだよ、まあ連鎖やったらそれは時間増えるっていうメリットはあるけど。あ、間違えた。でも、それ以外は別に、今回に限って連鎖をするメリットはないから。あれ？うわ、揃ってねえじゃん。うおい。あれ？ N1？ これで。しょ。こうか。み？まあ、いや、とにかく消すか。とにかく消そう。サブゲージがあるんだから半永久的に止めることはできるんだよ。にゃ。サブゲージで半永久的に止めるっていうことをうまく利用しつつ行きたかったんだけど、でまあ余力がやったら時間増やしつつっていう作戦でいいと思うんだ、思うんだ、思うんだ、思うんだ。こっちで、ここか。で、こうか。こうでしょ。なんで差ついてんの、今。26？ うん、迷ったら連鎖は切っちゃう。レベル100打ち止め行くんだったらもうそれは前提で行かないと困る。レベル11か。次の、ゴミ捨て猶予は13。ちょっと待って。ゴミ捨て、ギリゴミ捨てもすず消しちゃったらしょうもないけど、2、ここか。斜めはね、見つけにくい分、意外といっぱいある。あ、消えちゃった。あう。
ちょっと待って。19か、今。ちょっとミスとか。でも2個しかないしね。消えて。うん、ちょっと待って。ここか。ここでしょ。諦める。で、こうで。消えた。おお、ゲージなくなるの早っ。しかもちょっと手がかじかんでるせいもあるか。ちょっと待って、操作しづらい。